セリフで説明しないようにしてる。いろんな現象を使って、絵もそうだし、セリフもそうだし、背景もそうだし、いろんな現象を使って何とも言えない感情をどう届けるかみたいな。ワン、ツー、スリー、まんべん。そのペン先からどんなドラマでも生み出すことができる漫画。この番組では普段立ち入ることができない漫画家の仕事場に密着し、創作の秘密に迫っていきます。仕掛け人は浦沢直樹さん。今回密着するのは、セリフを抑えた感情表現で知られる西恵子さん。30年以上のキャリアを持つ人気少女漫画家です。西さんが描くのは、どこか不器用な等身大の女性たち。人が人に惹かれていく様子がリアルに描かれます。そしてこのスタイリッシュな絵、セリフに頼らない描写は読者の想像力をかきたてます。現在は3本の作品を連載中。青年誌にも進出し、幅広い読者の支持を集める恋愛漫画の名手です。なんか男女の中っていうのは、こうどんなパターンを見ても面白いな、不思議だなって毎回思いますね。同じところでつまずいて同じように乗り越えていくんですけれども、何度やっても面白いですよね。不思議不思議。少女漫画は勉強中という浦沢さん、今日は聞きたいことがたくさんあるそうです。慣れない少女漫画なんで、そのたくさん研究しようと思って読んでるうちですね、なんかずっと夜中中夢中になって読んでて、これ完全に恋愛漫画の術中にはまってるだけなんじゃないかって気がしましたね。この術中と術をですね、今日学べたらいいなっていうふうに思いますね。対談に選んだ場所は、西さんがよく訪れる吉祥寺にあるカフェ。二人は今回が初対面です。どうも、浦沢です。はじめまして、西恵子でございます。今回どうもどうぞよろしくお願いいたします。ご協力ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。緊張なさってるんでしょ。若干、ね、僕毎回緊張してるんですよ。あ、そうですか。普段顔出しの取材は受けていないそうですが、今回特別に許可をいただきました。それでは西恵子さんの創作の秘密に迫っていきます。閑静な住宅街の一角にある自宅兼仕事場。4匹の猫と暮らしています。大左衛門。にゃんこ先生じゃなくてね。にゃんこ先生じゃなくて大左衛門ですね。朝10時。おはようございます。おはようございます。コロナ感染予防のため、換気を良くして一日の仕事が始まります。部屋に4台のカメラを設置、執筆を妨げないように撮影しました。この日描くのは、2016年から連載中の初恋の世界。タイトルは初恋ですが、主人公小松薫の年齢は40歳なんです。そんな薫の前に10歳年下の高梨丈が現れます。自分に自信が持てず、一歩が踏み出せない薫。恋の行方が気になります。物語もいよいよ佳境。西さんは
2人の関係が変わろうとするある場面に取り組んでいました。まずは下書きから。青鉛筆で書いた当たりの上からシャーペンで、カオルが高梨の頭を撫でるシーン。すごく細い線。これね、僕ずっとこのまんべんノートっていうのをね、このやってて、今回ね、浦沢さん毎回事前に執筆場面を見て気になったことをメモしています。まず注目したのはペンの持ち方。このペンの持ち方って独特ですよね。子供の頃に矯正されたんだけど治らなかったですね。本当はこことここに挟むじゃないですか、ペンって。いわゆるね、中国のね、はい、細い面相筆で細かいこう絵付けをするような人の持ち方にすごく似てると思うんですよ。あの小指の方が起点なんですよ。で、どう握ってるんですか。いわゆるこう持ってるんですよね、はい、で普通はこうなんですよ、はい、こうなってるんですね。あ、こう持ちますね、うん、だから毛筆向きなんですよ。あ、だから、引く、押すじゃなくて引く筆の持ち方なんですよ。あ、それで筆圧が低いのかな。僕は絶対そう思うんですよ。そうですか。おそらくそこから来てるんですよ。あ、だから西さんの線はこの持ち方から来てるんですよ。やっぱり筆圧がないっていうのはちょっとこう昔からこう自分の弱点だなと思ってました。そう、でもすごいオリジナルだと思いますよこれ。そうですかね、うん、あの線を重ねることでタッチをつけていくけど一発でグッて出ないでしょ。あ、出ないです。おそらくこの持ち方そうなんですよ。だからそれがすごく個性になってるんですよ、はい、細かい繊細な作業に向いてるんだと思うんですよね。あ、なるほど、うん、確かになんか こんなちっちゃい人物もこうやって描きますからね、こうやって。そうですね。こういう感じでね。そう、うん、ちょこちょこちょこ、うん、すごく、だからこれ珍しい持ち方で、オリジナリティの源だなと思って。このページの下書きは20分で終了。続いてペン入れ。Gペンを使っています。太い線も細い線も描けますが、ほらこれ Gペンなんだもん。 Gペンです。僕はもう、その作品見てる時は絶対丸ペンだと思ってましたもん。いや、全部Gペンです、うん、だからGペンってちょっと押したらバッて開いちゃうんですよ。だからよほど押さないんだなっていう、はい、うん、だから完全に引きなんですよ。そうですね、うん、言われてみれば。まつげや目の微妙なライン。こんなに細かいところもGペンなんだ。繊細なタッチです。あの西さんの今のこの漫画が出来上がるまでっていうものに、はい、一体どっから来たのかって西さんの漫画はっていうのを お伺いしたいんですけど、はい、その子供の頃から あの先生の影響からここ来たみたいな。あ、最初にもう明らかに影響を受けたっていうのは倉持房子先生ですね。はい、倉持先生から、はい、あ、これはもう模写して、はい、それで安彦義和先生ですね、はい、でそのガンダムのそういうこうアニメの雑誌をいっぱい買って、はい、それを一生懸命大学ノートとかトレースをして、はい、それを何冊も何冊もやって、はい、で異性を描けない最初、うん、あの男の子の体つきとかわからないので、うんうんうん、でそれを勉強するのに安彦さんの絵が多分一番勉強になったと思います、うん、あ、
男性女性はっきりもう書き分けられる方なので、倉持さんと安彦さんが両輪みたいな。そうですそうですそうです。あの最初からやっぱり倉持先生の線は真似はできないんです。あれは、うん、あのびっくりするほどの筆圧でこうやって書かれているの で、ね、あれを真似することはやっぱりできなかったです。一コマ目の輪郭を仕上げると二コマ目、まずは髪の毛からと思ったら指へ、また髪の毛、行ったり来たり、こんな風に描いてるんだ。本当はできれば顔の輪郭から描いて、うん、で目を描いてっていう風に、そんな風に仕上げていきたいところであるんですけども、それをやってると気持ちを絵にもっとなんか乗せていかなきゃならなくなっちゃうから、とりあえずこうやって、例えばこうやって目をこう髪の毛描いてたら、で本当は髪の毛だけ描きたいところなんだけど、ここかここまで来たら、あ、こっちの線が近いじゃないですか。ここのスッと引いた線にこの線が近いから、もうこの線を引いてしまうんですよね。でそれでここまで来たから眼鏡を引いてこう引いて、そしたらここの髪の毛の線が今度近くなるでしょ。で近い線を次々次々やってやっつけていくんですよ。でそうこうするうちに一体出来上がる。だからあの最短でペン入れをする方法として考えついたあのやり方というか、手当たり次第に一番近い線からもう埋めていってしまうっていうことですよね。近い線からやっつけるなんて言いながら、本当に繊細な線。なんかこのまずは線を入れてっていうふうにして前へ進むっていうことで、それでそこから徐々に徐々にそういうのを仕上げていけばいいんだっていうのはね、こう漫画描いてる志してる人とかでこう悩んでる人がね、そのやり方もありかっていうんですごい響いてると思いますよ。そうですかね、うん、やっぱりね、一発ドンで入れなきゃいけないって思っちゃってるんですよ、みんな。どこかでやっぱ思ってますよね、うん、綺麗な線をパッてこう引く、うん、それじゃなくて、もうとりあえず前へ進んでっていうのはね、これは福音のような感じします。福音福音なのかな、うん。浦沢さん、もう一つ気づいたことが、こうペンをこう入れていく感じって、うん、ちょっと思ったんですけど、うん、あの塗り絵の一番最初の塗る前のやつってあるじゃないですか、はい、でさでこそこにさ、これから塗るぞとかこう書き加えていくのってすごく楽しいじゃないですか、はい、なんかその段階をこれで作ってるような感じがしましたね。塗り絵、うん、塗り絵の元、線だけの。ああなるほどなるほど、うん。割とだからここは本当にあまり感情を入れない感じでスーッとこうやっといて、後から入れていくっていう。はい、そうですそうです、ね、おっしゃる通りです、うん、はい、感情は後から入れますね、うん、はい、いわゆるこういきなりガーンといってフライングしちゃうより、うん、こう埋めていく、外から埋めていくみたいな、はい、そういうタッチに見えますもんね。そうかもしれないですね、うん。感情を入れない塗り絵の元、確かにまだ白い部分は多いけど、どういうことだろう。この段階では目の中もあまり描き込みません。
この絵に後から感情を入れるってどうするんだろう。30分かけてこのページの主線が入りました。次に手にしたのはミリペン。細かい線を書き加えてカオルのマフラーの質感を出していきます。このミリペンは何ミリですか。これは 0.05 ですね。 0.05 0.05 一番使います。なんかちょうどこういい空気が含まれる感じというか 0.05 って、うん、西さんここでアシスタントに原稿を渡します。背景にベタを塗るよう指示。5分後原稿が戻ってきました。今度は筆ペン。キャップを加え、なんだか気合が入っています。カオルの黒い髪、ゆっくりと。流れだよ。そうですね。ここは丁寧に。やっぱり少女漫画って髪の毛が命ってところあるじゃないですか。髪の毛、そうですね。髪の毛と目でしょうね。うん、はあ、あれのこう流れがあって、はい、後から消せ、後からホワイトかければいいやっていうんじゃなく、はい、もうその段階でこの一塊は上、これは下ってちゃんとこうやってるじゃないですか。はい、でもうほとんどそこに修正がない感じ。ああ、こういうのがあだ名少女漫画なんだなと思って。あ、そうですか。うん、なんかそこにその思い入れがないと、そこをシャッシャッと何か適当にしては少女漫画として成り立たないんだよなみたいな、ありましたね、見てて。うん、少年漫画や青年漫画に比べたらやはり髪の毛には格別の思いがやっぱり乗っかってると思いますね。目のアップの横にはこのページで唯一のセリフ。小さい頃のあなたを撫でてあげたくなったの。Gペンではあまり書き込まなかったカオルの目。ミリペンで細かいニュアンスを加えていきます。目の中にも。下書きなしで何かを探るように加えられる繊細な線。カオルの気持ちが少しずつ浮かび上がっていきます。このコマの髪の毛はミリペンで、掛け編みで濃淡を出していきます。私掛け編みかけるのがすごい好きで、掛け編みは私全部本当上手。ありがとうございます。いい塩梅がこの
ベタに塗りつぶしたっていいとこなんだけど、うん、こうやってシャカ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 書いて、ほらこの掛け合わせの気持ちいいこと。こうなってきた時に、おー、なんかいい空気感出たなと思うんですよね。そうですね、 これが感情ですよね。そうですね、ある意味ね、 ここに感情が来ますね。そうそうそう、ようやく感情がここに来ました。そういうことだよね、はい、うん、線を少しずつ書き加えて感情を込めていく。浦沢さんが塗り絵の元といった意味がなんとなく分かってきました。枠線の外に気になるものが、この周りにある散りばめてある、はい、これって、はい、これ指示するんですか。そうです、こうやってくださいって言って、ある程度自分でモデルを書いて、はい、でこんなぐらいのバランスでこういうふうにやってきてくださいって、そのいわゆるランダムに何を配するかみたいなのも大体指示で、そうです、大体指示でこの調子でやってください。なるほど、すごいな。これ少女漫画独特のなんかやり方ですね。コマの横に何か感情表現する表現散りばめてありますよね。ね、うん、もう何でしょう、女性の気持ちを表現するときにちょうどそのコマの外に何かがあるっていうのがちょうどなんかこういいような気が、いいですね。西さんのその一番僕やっぱり見て最初に驚きがあったのは、毎コマ毎ページのアイディアの宝庫なんですよ、うん、何かしかけてるんですよ、すごいなと思って。だからそれは小回りであったり、ああやって散らばしてたりとか、あと掛け合わせにしてみたりとか、後ろを省いてみたり、なんかそういうでこうなんていうんだろう、アイディアいろんなことをそこで入れていくっていうことの面白いアイディアっていうのを本当にずっとこう入れているんだ。それはすごいなと思いましたけどね。恐れ入ります、うん、すごいサービス精神ですよね。サービス精神なんですかねと思いますよ。なんか人をなんか引っ掛けてやりたいって気持ちがどっかにあるのかもしれない。このページのペン入れは1時間ほどで終了。カオルがあることで傷ついた高梨を慰めます。高梨の頭を撫でるシーン、シンプルだった絵はこんな風に仕上がりました。無言で見つめ合う二人の一瞬の表情、その息遣いから冬の夜の寒さも感じられる一コマです。そしてこのページで唯一のセリフがあるカオルの目のアップ、細い線の掛け合わせで表現された眼差し、高梨を気遣うカオルの気持ちが伝わってきます。最小限のセリフで読者に感じてもらう、西さんらしい1ページとなりました。西恵子さんは鹿児島県生まれ、父は教師でした。学校から持ち帰ったプリントの裏によく漫画を描いていたそうです。1986年大学生の時に漫画家デビュー、しかし卒業して選んだのは小学校の先生、そこからまた漫画家に、ちょっと意外なキャリアです。デビューは学生の頃なんですね、うん、なので、漫画自体はずっと学生の頃から描いてて、途中で教員の時代があって、教員になっちゃったんで、なったのでそれ一生懸命働かなきゃと思ったんですけど、うん、どうしても向いてなくて、うん、でそれで生活の糧を得るためにはっていうんで、一番その時間あたり の, その稼ぎが一番大きいものが漫画だったの。そういう選び方なんですか。そうですよ。それはなかなか珍しいですね。そう、生きていくためっていう感じですけど、そうです、時間あたり の, その稼ぎの量、うんうん、
じゃあ完全に職業として選んだ。職業です。職業です。だからどこかで楽しんじゃいけないっていう風にずっと30年思ってた、はい。それは教員の代わりですからね。そうそうそう。うん、生活のために漫画家を選んだという西さん。どんな依頼も断らず作品を発表し続けます。転機となったのは2008年から書き始めた男の一生。ヒロインは35歳のキャリアウーマン。その恋のお相手は51歳の大学教授でした。少女漫画らしからぬ大人の恋は150万部の大ヒット。後に映画化もされましたが、当初編集部から反対の声もあったそうです。あれは最初の編集の方が、あの今ならまだ年齢書いてないから42歳ぐらいにならないかって言われて、51歳ってって少女漫画の相手役の男の人としてあまりに年を取っているから、はい、今ならまだ年齢書いてないから42とかそのぐらいにしとけないって言われて、いや51は譲れないですねって言って、それで51をしつこくしつこく書いてった。ここで再び万遍ノートが登場。あのね、恋愛ものってエンプティー状態が大事って、いかにエンプティーなのかっていう、恋愛が訪、その恋愛前のそこがどのぐらいちゃんと描けるかにかかってんじゃねえかな。あ、もうそれそうですね。ですよね。はい。だから少女漫画の定義って何かっていうと、うん、恋愛が成就するまでだっていうふうに、はい、あのおっしゃった編集者がいて、成就した後の話は女性漫画としてまたジャンルが別になるとおっしゃる方がいるんですね。なので あくまでもずっと少女漫画を描き続けていきたいなと思うのはそこなんですよね。で、あの欠けていた、大きく欠けていた人が満たされるまでの話っていうのが少女漫画だっていうふうに私規定してて、でそういう意味でなら年齢が 何歳であっても恋愛漫画っていうのは成立しうるのかなっていう気がしますね。そうですね、うん、そういう孤独な心とか満たされない心みたいなものっていうのがをどのぐらいちゃんと書けるかっていうことがまず大前提にあるっていうのを考えれば、どの世代にもそれはありますからね。そうですね、うん、孤独を自分の内に飼っているであるとか、うん、そういうことがとても大事になってくるのかな、うん、だからあんまり幸せになっちゃいけないのかなってちょっと思ってはい、西さんがカラー原稿を書くところを取材することができました。恋と国会という作品の扉へ。主人公は25歳の山田一斗。元地下アイドルという異色の国会議員が巻き起こす騒動と恋模様、社会風刺も込めた意欲作です。丸ペンを使って描かれた線画、ここにカラーインクで色をつけていきます。あそこに点って下ろすんですか？持ってないんですよパレット持ってないから。いやかっこいいよね、定規の上に点ってやるの西さん細い筆にまずつけたのはトロピックゴールドという色。すごく薄い黄色。離れたらほとんど見えません。影になる部分から本当にうっすらと。続いてタンジェリンという赤系の色、さっき塗ったトロピックゴールドの上に薄く重ねていきます。なんだかお化粧をしているみたい。
いや淡いですね。淡いわ。すごい重ねますよねこれは。意外な色からいきますもんねこの黄色。あの蛍光色で印刷でちょっと出にくい色なんです。ほうほうほう。でその上からあのタンジェリンっていうすごい赤い色があるんですけども、はい、その赤ってそのタンジェリンっていう色を水で溶いていくとものすごくピンクの発色がいいのがあるんです。ですよね。うん。それをあの何回も何回も重ねていきます、ね。肌自体は全く塗らないので影ができる部分にだけ、うん、これもだってもうあたかも肌色塗ったように見えてくるもんね。見えるんですよこれが不思議なことに。でも肌全体塗るって特に顔はリスキーじゃないですか。はい、はあ、なのでそうなんだよね、はあ、透明感がなくなっちゃうのね肌のね。そうなんですよ、うん。西さん、今度は？アイスブルー、淡い水色。え、目もその色？なんかこう湿度とかそういうのとのこう対話だったりしませんか、はい、こういうアナログの作業って。そうですよね。だからその雨が降ってる日と晴れた日とでは全然こう、うん、あの発色もあのにじみも違うし、それとこう静かに対話しながらやってる感じですよね。そうですね。どなたかがなんだっけ、少女漫画の目の中には歓楽街があるっておっしゃった方がいて、うんうん、その歓楽街のその再現ですよね。いや本当だよね。光をどれだけ取り込めるかっていうところに少女漫画の目の描き方のあれが、ね、いわゆる、ね、実際にもあのハリウッドライトしてね、目のこの照明の撮るときにこう輪っかのみたいなのこうなったりとかさ、で中にこう輪っかが入ったりなんかするっていうね、はい、あそこに夢があるんだよね。そうなんですよね。目にできるだけ光を入れたいっていうのがありますね。 うわすごい。次に重ねたのはライトブラウン。大きな目にさまざまな色の光を取り込んでいきます。でもさ、印刷で出ないんだよ。出ないんですね。これがね、萩尾元先生の原画展に行ってあの見させていただいたら、まあ綺麗なんですよ、カラーページ。うん、だからやっぱりね、先生金色とか使ってるんですよ。で、はい、先生金色印刷出ないでしょ。出ない、それ出ませんよ、それは分かってますよとか言って。でもやっぱこう金色で表現したいところが、ね、あるわけですよね。あの今原画展あったらぜひ行っていただきたいのは、本当に印刷になってるものと全く違う絵がそこにあります。別物ですよね。そう、これやっぱり絵の具とかカラーインクとかっていうものは光の反射でその色になるっていう現象じゃないですか。そうですね、うん、これはね印刷出ないんですよね。出ませんね、うん、でも出ないだろうなと思いながらやってますね。やれるとこまではちゃんとやろうと思う、カラー原稿でも少しずつ色を重ねていくんですね。下書きから7時間カラー原稿が仕上がりました。ド
どれくらい色を重ねるとどんな色になるのか、すべて分かっているみたい。何も塗っていないのに透明感のある肌、そして複雑な色合いの瞳、生き生きとした表情が印象的な一枚です。今回の密着でとても驚かされたことがあります。それは職場環境。これまで取材したどの漫画家さんとも全く違うものでした。11時を過ぎると西さん、原稿を裏返して何かメモ。何を書いているのかというと、鮭南蛮漬け、かぼちゃに、今夜のメニューですか。今日お昼のメニューですね。あ、お昼のね、これで行こうと、はい、注意力が散漫なんですよ。原稿だけに集中してない。決めたっつってね。決めた、南蛮漬けだ。午後1時30分原稿を中断して2階のキッチンへ。食事は私が作る。かっこいいですね。かっこいい。あのね、絵描いちゃね、こう料理するなんてね、かっこいいっすよ。何の番組なんだって、ね、今日の料理だ。あら、美味しそうなのができちゃったよ。当日は野菜切るだけとか。やっぱり食事っていうのが本当にどれだけ大事かってことですよね。まあ長丁場ですからね、うん、ともすれば食事飛ばして仕事しちゃう仕事じゃないですか。そうですね、うん、やっぱりね、ここに重きを置いてるっていうのはとってもね、重要なことだと思いますよ。でもな、先生にご飯作ってもらったらもう本当にちゃんと働かなきゃなってすごいプレッシャーだと思うな。西さん、1日3食スタッフのためにまかないを用意していました。そして夜9時には仕事を終えます。できっちり終わると。終わります。素晴らしいね。私最近夜9時以降ペン握ってたら負けって思うことになってしてますね。ああ、そうです。9時までにペンは離さないないと今日は私はもう負けって思いますね。そのストイックさはどっから来るんですかね。何でしょう、こう何に負けてるんですか自分に。何でしょう、そうしないと自分を律するのがかなりやっぱり私は難しい。もともと物臭なので、ダラダラしているとダラダラのペースで生きてしまうから、ある程度ここまでだって決めてそれを実施した時に初めてこう、あ、私ちゃんとできてるっていう納得できる。ある意味ブルース・リーなんですよ。再び初恋の世界の執筆へ。薫と高梨の関係が変わり始める今回、西さんが悩んでいた場面がありました。薫はトラブルに巻き込まれた高梨のために頭を下げます。この時の薫の表情をどう表現したらいいのか。ネームではこんな感じ、涙を浮かべていました。でも下書きでは涙はなくなっていました。ちょっとここからは彼女が少し変わるとこですね。今まで男の人に愛してもらおう、幸せにしてもらおうって受け身でいたのが、いや私がこの人を守るって決めるシーンなので、なのでちょっとこれは泣いてる場合じゃないなっていう。ページの半分を占める大駒に G ペンで。セリフはありません。薫の気持ちをどう読者に伝えるのか。
いつになくあれですね、描写がリアルですよね。表情ね、やっぱりこう、ここの表情はやっぱりこの表情で分かってもらわなきゃいけないから、はい、何を考えてるかが、うん、ここにやっぱり力を入れましたね。絵で全部語るってことでね。そうですね、うん、説明なしでね、うん、いつものように最初は主線だけ。感情を乗せすぎないよう慎重に。漫画を描いているとどれだけ距離を取ろうとしても主人公と一体化する瞬間があると西さんは言います。この段階でもどこか芯の強さを感じさせる表情です。何になら私は感情移入で、あの女に対して感情移入できるかっていうと、もう覚悟を決めて自分で引き受ける気になった女っていうのに対してすごく私は感情が入るんですね。だから自分でこれ以上強くなりたくないわ、誰かに守られたいわっていう思いは当然あるんだけれども、それだとなんだか男とうまくいかないっていう、じゃあうまくいくためにはどうしたらいいかって決めた時にもっと強くなるしかないっていう。西さん、ミリペンに持ち替えました。目の中を描き込んでいきます。前をまっすぐ見つめる眼差し。カオルの決意に西さんもシンクロしていくみたい。次は髪の毛。原稿を逆さにして筆ペンで。これなんかね、引いてますもん。引きますね、うん、引く瞬間あたりに一番力が入るんですね、うん。こういう時にこそあの持ち方が威力を発揮するんですよね。ああ、そうかもしれないですね、うん、なんか重力と風を描きたいかな、髪の毛で。はい、はい、あのストンってシュッてこう重力に従う髪と、うん、それからふわって風に流れる髪っていうのは、うん、とてもその空気感を表現する上で大事かなと思いますね、はい、肩にどう乗ってどう乗ってんのかとかいう、ね、そうそう乗り具合、この重力を出すのに結構地道を上げてるところありますね、うん、一房だけ垂れ下がった髪が頭を下げる様子を強調しています。あの読者はやはりどちらかといえば女性のキャラクターに感情移入をして読んでくださるものなので、こう自分の髪の毛がこんな風になびいていたらいいな、自分の目がこんなだったらいいなっていう風になんとなく思いながら読んでるんじゃないだろうか。でそれはこう夢を乗せるための書き方っていうのかな、それは
それは意識してるかもしれないですね。こう女性がいいなと思う線をこう探して書いてる気がしますね。守られるだけの女性から一歩踏み出して何かを引き受ける覚悟を持った女性へ。少女漫画を描いてる人の作業ってのは神秘的に見えるらしいんですね。何か噛みつきのような状態になって降りてきたものをハッてこう描くみたいな、まるでこう巫女のように描くっていうような、そういう風にするっていうことがもしかしたら漫画の本当なのかもしれない。降りてきたものを描くのが私はこうよりしろとなってそれをこう出すことが仕事なのかもしれないっていう風に思ってたんですけども、感情描けないでいい絵と描けなきゃいけない絵っていうのがあるので、全部には描けらんないというか描けてもいけない、メリハリをやっぱつけて描かないとペン入れはいつまで経っても終わらないんですよね。でもね、そうは言ってもね、うん、降りてきてるんですよ。まあそれはそうです、うん、頭の中にこれだけの画像が浮かぶんだから、うん、それは自分たちでもこの画像はどっから来てるんだろうって、うん、やっぱり思うぐらいのことが起きてるじゃないですか。起きますね、うん、1時間かけてこのコマのペン入れが終わりました。好きな人を守るという薫の決意に満ちた眼差し。読者の感情を揺さぶる物語のターニングポイントにふさわしい一コマになりました。さまざまな話題で盛り上がったこの日の対談、西さんにとっても刺激的な時間となったようです。今ようやく書くの、漫画書くの楽しんで書こうと、はい、キャリア30年で今初めて思ってます。実は僕もそうなんですよ。そうですか、不思議な話ですよね、うん、いわゆる書き始めの子供の頃の書き始めの頃にもう一回戻ろうっていう感じで、私もそれです、はい、それです。今ようやく楽しかったなっていう頃に、そう絵描くの楽しいなって。